マクロメディアスタジオは、マクロメディアおよびアドビが販売していた、マイクロソフト、ウィンドウズ、マッキントッシュ向けのウェブデザイン用、アプリケーションソフトウェアのセットパッケージ。個人向けの製品では、マクロメディアドリームウィーバー、ファイヤーワークススタジオの名称で販売されていた、スイートが有名であった。上記のスイートは、名前の通りマクロメディアドリームウィーバーと、 マクロメディアファイアーワークスの2本のアプリケーションをセットにした商品であったが2002年に発売されたマクロメディアスタジオ MX からはマクロメディアフラッシュ等が加わりパッケージタイトルからドリームウィーバーとファイアーワークスの文字が消えた最後のバージョンとなったマクロメディアスタジオ8はアドビによる マクロメディアの買収後も Adobe により販売が継続され、Adobe Creative Suite 2 Premium と本製品をセットにした Adobe w ブバ e Bundle も販売された。2007年の Adobe Creative Suite 3シリーズより、旧マクロメディア製品も CS シリーズに組み込まれることとなり、マクロメディアスタジオの名前は消滅したが、CS3 の Web スタンダードはスタジオ i 8とほぼ同じ構成であり、 事実上の光景となっている。以下のソフトウェアはサードパーティー製。以下のソフトウェアはサードパーティー製。フリーハンド MX 登場に伴い、フリーハンドが10から MX に置き換えられた。ありがとうございます。